東京都交通局6000系電車は1947年に登場した東京都交通局の路面電車車両である。本校ではその後に改造されたオツ6000系電車についても記述する。6000型は1947年から1952年までの6年間に290両が製造された800型と並ぶ戦後初の新造車両である。 太平洋戦争末期の空襲により、都電の車両は当時の主力形式であった旧3000型を中心に600両以上の車両を喪失した。また、戦時中の資材不足により稼働ができなくなった車両や、過労死でて被災を免れたものの、対戦末期から終戦直後の国史により老朽化した車両も多数存在していた。 このため、戦後は主に経年の浅い戦災車両の構成復旧が進められたが、並行して新車両の製造も行われた。6000系の量産と同時期に3000系242両と4000系117両が6000型とほぼ同系の車体により更新された。この形態の車両がいわば都電の標準車となり、1067mm 期間の 都電杉並線を除くほとんどの路線に在籍した。また、日本各地に類似した設計の車両が登場した。290両が製造された王女隊だけあり、製造年度や製造メーカーによって様々な差異が見られた。1947年度の初期生産者は、被災した3000系の復旧名義で製造され、台車は、 種車である Q3000 型で使用されていた、組み立て台車枠の D-10 型台車が使用され、車体外反が 1.6mm 後半である、ことから、製造メーカーによっては、車体の歪みが目立つ個体もあり、新日国製の6001から6005については、内装の一部に、ジュラルミンが貼られていたことから、出現当時には、ジュラルミン電車と言われていた。前面の救命設備は、 ストライカーとロックフェンダーを設置。1948年春から簡易配送期の採用となったため後に交換された。その後、1949年度製造から外販が 2.3mm に増加し、6174号までは新造された D-10 型台車が使用された。また、初期生産者は、 当初終電装置にトロリーポールを使用していたが、後年になって、ビューゲルに換装されている。この際、車両によって、ビューゲルの取り付け位置が異なっていた。1950年度と1951年度に、製造された6175から6241号からは、蒸気の D-10K を元に開発された、中高台車枠の D-16 型台車が、 新たに採用された。そして、1952年度に製造された、最終造備車の6242から6290号からは、D、D-16 型の改良型で、枕羽根を従来の板羽根から、油圧ダンパー付きのコイル羽根に変更した、D、D-17 型が採用された。この最終造備車は、外観的にも特徴があり、側窓が拡幅され、 従来車が側窓10枚であったのに対し9枚に変更されている。これらの車両のうち初期に生産されたものに関しては1960年代に更新工事が施行された。その際、一部の車両は1500型や3000型と同様に歯深式と称される全面方向膜の拡幅改造が施されている。また、順次ドアエンジンの搭載や 各部窓枠のアルミ差し支などの改造が行われていた。1952年に全車で揃った時点で、6000型が無配置であった、美ノは、駒込、金糸堀、柳島にも1から4両が配置され、目黒、広尾、大塚、早稲田、荒川を除く他の営業所に配置されたことから、その大量の車両数とともに、東京を代表する路面電車となった。 その後、大半の車両が、都電荒川線以外が全廃されるまでに廃車され、1972年11月以降は、わずかに残った13両が、荒川車庫に集結した。当初は、朝夕のラッシュ時の増発として運用されることが、ほとんどだったが、7000型が、荒川線のワンマン運転化に伴う、車体更新のために、荒川車庫から搬出されたことにより、 晩年には終日営業運転に使用されていた。一級3号全面荒川線のワンマン化に伴い、残存する本形式は、大半が廃車となったが、唯一6152のみが応急車として残された。この際に代車が、初期型の D-10 から、廃車車両より流用した D-16 に振り替えられたとされる。当初は車内には、工具などが置かれており、 営業運転は行っていなかったが、1986年にステップを改造、保安ブレーキと放送装置を新設して、再度営業者として復帰した。その後、1988年には、車体更新が行われた。この時の更新では、新たに補助電源装置である、電動発電機を取り付け、室内灯を直感蛍光灯に変更。 またドアエンジンを撤去し、車体塗装を1950年代の深緑と炭鉱色に似せた金太郎塗りに塗り替えた上で、イベント車両として運用された。1993年3月6日に臨時検査が行われることとなり、一時運転が休止された。その頃の同社は、所々で塗装が欠落し、黄色い下地が散見していた。同月20日、 検査を終えた同車は再び営業運転に復帰した。この時に、車体の修理、再塗装が行われ、塗色を従来の小緑から黄緑に近い淡い緑に変更、室内灯も直感蛍光灯からカバー付きの輪形蛍光灯に変えられた。1994年頃から、車体側面の車体番号の前に、東京都のシンボルマークが入れられた。 同年3月には、電車無線が取り付けられ、扉脇に93という識別番号が記入されるなど、時代の流れに合わせて少しずつその状態を変えていった。全消灯が1箇所であることから、1級3と呼ばれ、長く親しまれて運用されていたが、京福電気鉄道の衝突事故後、ブレーキ系統が1系統しかないことが問題となった。また、回収する場合、 その費用に3000万円を要するとの資産が発表された。しかし、財政難の東京都にはその費用を負担できないため、2000年12月に旧車となり、翌2001年12月に廃車となった。無線識別番号の93は2015年に登場した 8900K8903 の識別番号として復活している。廃車後、 保存を求める声が多数寄せられたため、解体処分は行われなかった。しかし、同社を荒川車庫構内で生体保存する場合、回収費を含めて5000万円を要するということが明らかになり、荒川車庫内での保存を断念。その後、上渡先をインターネットで公募し、複数の候補の中から選ばれた荒川遊園に2003年4月6日から、 生体保存された。その後、後廃が進んだため、2007年に大規模な整備が行われた。その際、車両番号の書体が若干異なるものに変わっている。東京都交通局は、本形式に変わるイベント車両として9000型を新造し、2007年5月27日から荒川線で営業運転を開始した。 上記の6152号以外にも6000型は現存しており、2021年で確認されている。中で現存する車両は6両となっている。荒川車庫に集結した6000型は大半が保存された。本形式は日本最大の路面電車であった東京都電で量産された車両であったため、日本各地で本形式に類似した設計の車両が導入された。 具体的には以下の事業者である。1978年に荒川線で運用されていた6000系のうち6209から6213の5両を改造して登場した電動無害化車車両番号の前に電動無害化車を意味する形式称号である。オツがついた以外は同一番号である。6000系の窓から 上の部分を撤去しただけのもので、本来の無害貨車の用途である、貨物輸送用に改造されたものではない。このオツロ線型は、同年の都電荒川線完全、ワンマン運転化の際に運行された、花電車の種車として改造されたものである。花電車自体は、各地の路線が廃止された際にも運行されていた。しかし、無害車を使用した本格的な、 花電車の運行は1959年の交代し、秋人新納のご成婚宝宿の花電車が運行されて、以来で1968年までに花電車の種車専用に運用されてきた無害台車、花が全車解体され存在していなかったため、ワンマン化によって使用されなくなる六線型を急遽改造したものである。この花電車は12日間運行された。 3月31日までは改造対象から外れた6000型が側面に長い間ご愛用をありがとうございました。東京都交通局という横断幕を掲げて先導者を務めた。新年度となった翌4月1日からは6000型に変わって新装なったばかりの真新しい更新7000型が先導者を務めた。 この花電車の運行にあたり、12日間でおよそ50万人が、その模様の見物に訪れたと言われている。運行終了後は次の花電車の運行に備えて、旧車となり、荒川車庫で保管されていた。しかし、半ば無理やりな改造が原因で車体にねじれが、発生し、1981年に、廃車、解体された。荒川線で、 本格的な花電車専用車両は2011年に7500型から改造された花100型まで待つこととなる。大半は車両を中央部に取り付けられたが一部に片側の運転台側に取り付けられた車両がある。昭和22.23年度製造車は ビューゲルスタンドが設置されていなかったことから、元のボール取付台を転用して設置したためで、後に中央に移設された。また、菅も車庫所属者は、車庫内の河川の関係から、Z パンタを片側に搭載していた。バネに関しては D-10 と、ほとんど変わらない。その後、転属により1960年に、疲労、1966年に、 荒川にも配置された。荒川線、ワンマン化の際に、ホームがかさ上げされており、従来のままでは、乗降が困難であったため、ありがとうございます。